皆さんこんにちは、タケノミグルメのおっくんです。ということで今回の動画はですね、ちょっと季節感のあるおつまみを作ってみようかなということでございまして、最近ですねスーパーに行くとカツオよく見かけませんか。カツオのね切り身だったりサクだったりいろいろ売ってたりすると思うんですけれども、今回はそんなカツオを使ってですね、カツオの卵黄醤油漬けっていうものを作ってみたいと思います。カツオのねただの漬けじゃなくて、さらにそのタレの中にですね卵黄を入れた卵黄醤油漬けでございます。これがねカツオのイノシン酸と卵黄のグルタミン酸が相まってめちゃくちゃ美味しいんですよ。ということで今回はですね、今が旬の初ガツオを使ってカツオの卵黄醤油漬け作っていきたいと思います。それでは早速調理開始。それではまずカツオを漬け込むタレを作っていきます。ボウルの中に卵の黄身を2個分、で卵白の方はね個人的に目玉焼きの白身が好きなんで後で焼いて食べます。そしてここに醤油大さじ2、みりん大さじ1、めんつゆ3倍濃縮を大さじ1、そしてこちらを混ぜておきます。こんな感じで OK。 そしてこちらカツオを切っていきます。こちらだいたい 180g ぐらいですかね。で今回はですねカツオの腹と背っていう風に分かれて売ってましたので、腹の方がね油が乗っているんで今回はカツオの腹を買ってきました。でキッチンペーパーでちょっとドリップを拭いてあげて、そしてだいたい厚さ 5mm ぐらいで切っていきます。はい、こんな感じで切れました。そしたらこちらを先ほどのタレに漬け込んでおきます。でこのまま冷蔵庫で15分から30分ほど漬け込んでおきます。そしてここでカツオを乗せる玉ねぎスライスを作っていこうと思うんですけれども、ちょうどこの撮影をする数時間前にですね上沼恵美子のおしゃべりクッキングを見ていたらですね、このカツオの卵黄醤油漬けと同じメニューを作っていてですね、その際に下に敷いていた玉ねぎが玉ねぎにみょうがと大葉とかいわれを混ぜた非常にね薬味たっぷりの玉ねぎになっておりましたので、ちょっとそれをパクらせていただいて作っていこうかなと思います。まずは玉ねぎ1個を薄切りに、で玉ねぎが切れたらこちらを水にさらします。そしてみょうが1個を千切りに、そして大葉こちら10枚を千切りに、そして貝割れこちら半分入れていきます。そしたらこちらをザルに開けて、これで薬味の準備は OK。 そして30分漬け込んだカツオがこちらでございます。いやいい感じに使っててうまそうですね。
そしてタレもドレッシングのようにかけてあげて、で生姜と刻みわさび、こちらを添えて、さあということで完成です。イエーイ。どうでしょう、こちらがカツオの卵黄醤油漬けでございます。漬けのタレの中に卵黄を入れることによって、カツオのイノシン酸、そして卵黄のグルタミン酸が相まって、めちゃくちゃ美味しく仕上がっていることでしょう。付け合わせの玉ねぎの方もね、みょうが、大葉、かいわれが入ってめちゃめちゃうまそうです。さあということで、めちゃめちゃうまそうに仕上がりました。早速食べていきましょう。さあということで完成いたしましたので、早速食べていきましょう。いただきます。いやもうね、これは食べる前からわかる、間違いなくうまいですよね。じゃあまずこのカツオ単体でいっちゃおうかな。このカツオにこのわさびが合うんですよ。わさび、いや見てよこれ、めちゃめちゃうまそうでしょ。いただきます。はい、うまい。いやこのわさびね、このわさびがね、このカツオの卵黄醤油漬けのちょっとこってりめのね、味付けをね、さっぱりとさせてくれてね、わさびの風味も香ってめちゃくちゃうまいですね。そしてこのカツオの卵黄醤油漬け自体も30分という短い時間だったんですけども、このタレの味もね、しっかり染み込んで、そして卵黄のコクもね、相まってね、めちゃくちゃ美味しいカツオの漬けになっております。じゃあ次はこの下の玉ねぎもね、一緒にいただいちゃいましょうかね。いやこれ絶対うまいでしょう。上にわさびをちょんちょんとつけて、この薬味たっぷりの玉ねぎをわさっと掴んで、うまっ。いやたまらん。この玉ねぎの中にね、このみょうがと大葉とかいわれのね、風味がね、ふわっと香ってね、めちゃくちゃうまいですね。そしてこの漬けのタレともすごい合いますね。すごいさっぱりいただけます。さあということで、今回も美味しく作れましたということで、ここいらでビールの方も飲んでいきたいと思います。ということで今日のおビールでございます。カツオの卵黄醤油漬けときましたら、これで決まり、じゃん、札幌黒ラベルでございます。さあそれでは飲んでいきましょうかね。乾杯。黒ラベルうまいですね。なんか黒ラベルが一番バランス取れてるような気がして、苦すぎずもせず軽すぎずもせずね、麦芽の風味もねしっかり感じられてね、こういうね刺身とかにもすごいよく合いますよね。いやそれにしてもね、この薬味玉ねぎと一緒に食べるこのカツオの卵黄醤油漬け、これ最高ですね。玉ねぎもね、この漬けたタレとねめちゃくちゃ合うんですよね。じゃあ次は生姜でいただきましょうかね。よいしょ。またこの玉ねぎをガバッと巻いて、うん、まっ。このおしゃべりクッキングを見る前はですね、この下に玉ねぎは敷こうと思ってたんですけれども、この薬味を入れるって発想は全くなくですね、みょうがと大葉とこのかいわれを入れることによって、ね、すごい爽やかになって、めちゃくちゃ美味しい付け合わせになりましたね。いやこれたまんないですね。普通にうまいっす。うん、単体で食ってもね全然いけちゃいますわ。いやこのカツオの旨味が持つイノシン酸と、この卵黄が持つねグルタミン酸、このね旨味成分が相乗効果になって、このめちゃくちゃうまいカツオの卵黄醤油漬けが出来上がるってわけなんですね。もうねそういった意味でね、論理的にも美味しいっていうのが分かってますし、作っても間違いなく美味しいっていうね、最強のレシピになっておりますので、皆さんもぜひ作ってみてください。そしてねこの最近刻みわさびにハマっていてですね、この刻みわさびはわさびをねこの噛み締めた時のこの香りの広がり方、風味の広がり方がですね、すごいいいんですよね。めちゃくちゃ甘いんで、皆さんもぜひこれも試してみてください。うん、いやこれ普通のわさびよりもねすごい香り高く感じるんですよね。いやうまい。さあということで、器に盛り付けたねカツオが最後ラスト1枚になってしまいました。このね残った玉ねぎもバチコリ乗せていただいていきます。あーうめえ。いやーうまかったですね。そして今回はこれで終わりじゃありません。カツオの卵黄醤油漬けまだ残っておりますので、あれをねご飯に乗せて丼でもちょっといただいちゃいたいと思います。まあちょっと締めみたいな感じでね、いただきましょうかね。はい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 、やってきましたよーと。
よいしょ。ちょっとね、ダイエット中なんで軽めのご飯でいただきます。そしてご飯の上にカツオ盛り付けて、で、刻みわさびをよいしょ、のりをかけて、よし、これで完成。うまそう。はい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 、というわけで、よいしょ、カツオの卵黄醤油漬け丼とビールの方もね、追加で持ってきました。よいしょ。いや、めちゃくちゃ甘いからね、ビールが進む進む。そしてね、これ丼にしたらこれ最高でしょ。うまっ。めちゃくちゃご飯に合う。いや、まあ当然といえば当然なのかもしれないですよね。卵かけご飯もね、卵と醤油とか入れたりすると思うんですけども、それにね、このカツオの切り身が入ってるような感じなんでしょうか。めちゃくちゃうまい。マジたまんない。いやー、これたまんないっすわ。めっちゃうまいな。いや、丼にして大正解ですね。うまかった。さあ、ということで完食でーす。いやー、めちゃめちゃうまかったな。いや、カツオの濃い味とね、タレの味、そして卵黄のコクとね、全てが三位一体相まって、めちゃくちゃ美味しいカツオの卵黄醤油漬けができました。そしてそのままでも美味しかったんですけれども、この丼にした時、この時にね、この卵黄醤油漬けのね、進化を発揮したというか、このご飯とめちゃくちゃ合うんですよ。やっぱりね、卵と醤油ってね、卵かけご飯に通ずるところがあるせいかね、ご飯との相性がめちゃくちゃ良かったんで、皆さんね、カツオの卵黄醤油漬け作った際はね、こういった丼にしてもぜひ食べていただけると、めちゃくちゃ美味しくいただけるんじゃないかなというふうに思います。皆さんもぜひぜひ試してみてください。さあ、ということで、こちらのチャンネルではビールにはおつまみだったり、自作ラーメンだったり、どんどん作っていきたいと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。というわけで、もう竹菜ですが、そろそろ締めさせていただきたいと思います。それでは最後は一丁締めで締めていきましょう。それでは皆さん、お手を拝借。よー、ありがとうございました。